ザーファミリーです。はい、ということで今回はですね、新型ジムニーの内装カスタムしてみたいと思います。ということで今回ですね、アマゾンで買ったアイテムがこちらにございます。買ったのはじゃじゃーん、アームレスト、肘掛けですね。肘掛けを購入しました。全体見るとこんな感じです。で、後ろの部分にこのジムニー風なステッカーが貼ってありました。で、装着部分はドリンクホルダーと小物入れの部分にこうね、差し込むだけで装着できるタイプになっています。上の部分がよいしょ、こんな感じで開くんですけれども、なんか入ってる。中はこんな感じになっています。ドリンクとあと小物入れが使えるようになっています。付属していたのがこちらです。この中側のドリンクホルダーと小物入れを使わない場合はここにこんな感じで装着をして、ここ自体を小物入れ、全体的に小物入れにできるっていうものですね。そしてこちら滑り止めのラバーマットも付属していました。このね、中の部分に装着をして、ここに装着することによって中に入れた小物などが滑りにくくなるっていう感じです。それでは実際に装着していきます。置くだけで装着ですね。これで装着完了です。揺らしてみても結構安定感があって、この肘掛けが欲しいなってずっと思ってたんですよね。だからこちらを購入したんですけれども、結構幅も広めで大きめなので結構使いやすいんじゃないかなって思います。そしてここが小物入れになっているんですけれども、どうなんだろうな、ここにドリンクを入れたりするともういちいちここ開けないといけないじゃないですか。なのでここは小物入れで使おうかなっていうふうに今のところは考えてます。で、ここが合成ラバーっていうことなんですけど、この表面の部分もすごく触り心地がいいですね。で、この脇の部分はプラスチック製になっています。アームレストをつけて、助手席側のシートがですね、干渉しないかっていうのをね、動かしてみたいと思います。少しね、干渉してるかなっていうのはあるんですけれども、大きくずれたりっていう干渉ではないので問題はなさそうかなと思います。運転席側もやってみます。サイドブレーキを引いてみます。L 字型のボックスデザインになっているので、サイドブレーキも引きやすいです。はい、今度はパパさん乗ってみました。ポジション多分こんな感じだと思うんですけれども、肘掛け、あ、やっぱりいいですね。うん、もう運転しててこの肘掛けがあるとないとでは全然違くて、左のね、腕のやり場がちょっと困っちゃう時あるんですけれども、うん、これはあった方が全然いいですね。快適です。で、見た目もそんなにね、安っぽくはないですね。この辺はちょっとね、ちょっとプラスチックなんだけど、この辺の素材、この辺の素材もね、ちょっとしっとりとしたね、こう、手触り、肌触りでですね、まあ非常に良好ですね。うん、思ったほどガタつきもない。うん、もっとガタつきあるのかなと思ったけど、ガタつきもないし、まあポンって置くだけで、これだけのクオリティが出るってすごいですよね。うん、これはつけてよかったと思います。サイドブレーキの方も、うん、全然問題ないですね。やっぱここのくびれが、うん、効いてるね。うん、これなかったら多分こっちの方からこう引かなきゃならなかったと思うんだけど、こんな感じですね。うん、このくびれは
効いてますね、このサイドブレーキ引くのに。感じはこんな感じです、はい、どう？半分こで置ける？半分こで置ける？俺普通にまあ座っててこんな感じかな。あ、うん、ニコリンも半分こで置けるぐらいかな、うん、あ、ほんと、うん、あ、じゃあやっぱり L サイズっていうの大きい方のやつ買って正解だったのかな。小さいのじゃやっぱり置けないよね。 S サイズみたいなほら小さいやつもあったじゃん、うん、あったあった。だけどそれだと置けないよね。あれほんと一人用なんだろうね。そう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 、これだと二人でどうにかこんな感じで、うん、置けるっていう感じですね。感じです。後ろの部分はあんまり使わないね、正直。使わないね。こうはやらないもんね、うん、不自然でしょ、だって、うん、でも左腕のやり場がない時あるからやっぱり楽だよ。楽だよね。あればちょっとでも乗せられると楽でしょ、うん、多分。ゆかりんがまた運転席だと違うんじゃないの、はい、ここの感じが位置が違かった。俺だと今ね、肘がねちょうどねここぐらいだね。真ん中ぐらいまで、うん、この肘のところが、うん、来る感じ。だから女性で小柄な方だとずっと前にこう運転席のドライバーズシートが前に出るだろうから、うん、ほんとここちょっととか。そう、ゆかりんって感じか。ここら辺だった。あ、ほんと。出っ張ってる部分ちょっと交換してみようか。ね、パパちょっと助手席行ってみようか。ほんとだ、パパの位置だとこんな感じで行けるんだ、うん、そうでしょ。私これじゃあね、うん、全然後ろでしょ。もっと前だよね。こんな感じかな。うんうん、どう？ここだけだ。あ、でもないよりいいんじゃない？ないよりいいっていうか十分、うん、何その機能を発揮してるというか思う。いや、これはいいよ。いいいいいいもんだよ、うん、見た目もそんなに安っぽくないし、この周りの部分がちょっとプラスチック系だけど、うん、正直言って気になんなくない？そんなには気になんない。もう装着しちゃえば気になんない。気になんないよね。いや、装着するとここの質感だとか、うん、このここのこう色だとかの方が多分気になると思う。あ、確かに確かに、うん、だけどお値段これぐらいで、うんうん、この品質だったら俺は全然いいかなと思う、うん、そして最後にこちらルームミラーを取り付けていきたいと思います。今ついているルームミラーが少し小さいなって思っていて、もう少し視界のいい大きいものがいいなって思ったのでこちらを選びました。こちらはですね、平面鏡視界アップということでオートバックスで買ったんですけれども、同じようなやつがね、Amazon でも売っていました。ルームミラーのこの下の部分がこの動く部分になるように下に引っ掛けてから持ち上げます。こんな感じですね。これで装着が完了です。それではジャキジャキこちらのジムニーの鍵のケースをね買ったので取り付けていきたいと思います。買ったケースがこちらです。こちらはオートバックスで購入したんですけど、楽天でも販売されていたので概要欄にリンク貼っておきます。裏側を見るとスズキタイプ4って書いてあります。このタイプ4っていうものが、ジムニーに対応しているものだそうです。お、いい感じなんじゃないですか。どう？ちょっとタフネスっぽくてかっこいいね。かっこいいね。軽いです。プラスチックの素材でできてるんですかね。こんな感じで、でここになんかロゴが入っております。ノーマルの鍵だとこのサイズ、ケースに入れるとこれぐらいになるっていうことですね。裏側に開けるボタンと閉めるボタンがついてるので、ケースの中に入れてもそれはこのまま使えるっていうことです。一緒に説明書が入っていたので、この説明書通りにつけていきたいと思います。いいんじゃないですか。かっこいい、ね、かっこいい、ね、うん、結構かっこいい感じで、なんか握りやすい。本当？うん、なんかアウトドアっぽいような感じのタフなデザインになりました。これでね、傷も防止できるので良さそうです。これであとちゃんとここが開くかっていうのをね、後でやってみたいと思います。
ということで今回はですね、新型ジムニー JB64 にアームレストの取り付けをご紹介させていただきました。こちら Amazon で購入したので下の概要欄にリンク貼っておきます。それでは本日の動画ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。